待ち合わせ場所にそうだけど、ほら、ここって魔物さんがいるんでした。そう、この町は士官学校生の訓練だとかで魔物が放たれてるのよね。何かと手間取るかもしれないし、早めに行かなきゃ遅刻しちゃうわ。 相変わらずとんでもねえ街だよな。それじゃあもう行こう。カタリナさんを待たせちゃ悪いし。しかし雲が出てきたな。面倒事の予兆じゃなきゃいいんだが。 武器を選んでくれ。強化すれば。
とりあえず今回はメイン武器を強化するか強化を選んでくれよな。武器のレベルをもっと上限解放を選んでくれ。ワクワクし、上限解放するには同じ武器が必要になるぜ。スキルを強化する。スキルは小難しい武器。怪しい天気だったが降ってきちまったな。カタリナ、どうしたんだろう。何か用事があって遅れてるんじゃない。ほら、カタリナもアルビオンには知り合いがいっぱいいるだろうし。だけどこの雨のせいかもしれないけど、妙な胸騒ぎがする。なあなあ、とりあえずどっか建物の中に入ろうぜ。どんどん雨も強くなってるし、このままじゃびしょびしょに。秘密の少女とその気空団だな。エルステ帝国、そんなバカな。秘密の少女を渡してもらおうか。抵抗はおすすめ。集団でお出ましか。雨に乗じて取り囲みやがったな。それにエルステ帝国はもうなくなったんじゃなかった？
わからねえが、どうも冗談とかってわけじゃなさそうだ。とにかくルリアは渡せねえ。ひとまずこの場を切り抜けるぞ。クラン、ルリアはオイラに任せて帝国兵を頼んだぜ。抵抗はおすすめしないと言ったはずだ。力ず、ルリアは渡さない。Quest clear. まだいけそうだ。